てもこのね動画を出している頃にはクリスマスはもう終わっている頃だと思うんですが、本日は12月の25日クリスマスということで、今回このジェイズダイナーにてクリスマスのライブが行われます。そのね映像をちょっと皆さんにどんな感じなのかっていうのをお届けできればいいなと思って動画を撮っているので、よかったら見ていってください。え、電車からありました？入ってます、入ってます。おお、足だそれ。いける、あ、足なんかもっと大きいイメージあったんだけどな。調べ方だったんだな。そう。あ、それ。あ、来た。もうなんかさ。いいじゃん。トーナメント好きよ。私的にこれがお気に入りなんですよ。これが好きです。これでちょっとお気に入りだから、あこれが私の実家で長年頑張ってくれていたクリスマスツリーです。はっ、これやば、この雪の量やば、崩してしまった。私の実家で使っていたツリーなんですが、今回このような形で活躍することになりました。ちなみに私のお気に入りはこいつです。これ、これがめちゃくちゃおすすめです。そして今日はこの、あ、サンタがね、これ棒に刺さってるだけなんで、このトナカイにちゃんとサンタが乗ってるっていうところがポイントですね。今日も
ね。あ、なんかうちのお母さんがなんかテレビ見てケロケロケロッピーのビデオ、あの DVD とかブルーレイじゃなくてビデオ、わかります？ビデオよ、四角い黒いやつ。あれをテレビでなんか応募してクリスマスに届くみたいな、当たった人がね、っていうケロケロケロッピーのビデオがうちに届いたんですよ、当たって。それがねめちゃくちゃ嬉しくて、テープがなんかビロビロになるまで見てた思い出があります。どうせなら頭から足先まで I wanna carry 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 every day I just want to see the fashion to the next なっております、はい、これでね、ちょっと今日はあのバブルバスをじゃあ楽しもうかな、せっかく買ったんでね、はい、あということで、そうそう、乾杯乾杯、じゃあ乾杯こっちのカメラでいいですか。はい、じゃあ皆さん油断してるところ申し訳ございませんが、一緒にじゃあ乾杯しましょうか。はい、いきますよ。大丈夫です、開けませんはい、それでは12月の25日聖なる夜に乾杯。はい、という感じで12月の25日に、行ったライブ配信サービスジェイズダイナーのクリスマスの、ダイナーズというイベントのね映像を見ていただきました。まあ、この映像でちょっとどういう感じにこのジェイズダイナーっていうものやってるのかなっていうのがちょっと気になってもらえたら嬉しいなと思うんですけど、まだ入会していないそこのあなた、ぜひ気になった方はね、入会や、まあ会員登録していただけたら嬉しいなと思います。詳細は概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。まあそのライブが終わって家に帰ってきたわけなんですけれども、そうだからね、ちょっと髪の毛ボサボサだったりメイクがね、ちょっと落ちてたりとかもするんですが、まあこの動画がおそらく2020年に YouTube にアップする最後の動画になると思います。皆さんはどんな2020年を過ごしてましたか？私は2020年はなんかやりたいことが一つもって言っていいぐらいできなかった年だったかなっていうふうに思います。まあ、2月の28日にメジャーデビューしてから、初めてのワンマンライブをライブハウス浜松窓枠でやる予定だったんですが、それも4月に延期して結果中止みたいなね感じになってしまったので、なんか本当にチケットを買ってくださって出た方とか、その日にねこうライブに行こうって思って予定を空けていてくれた皆さんには、なんか本当になんか申し訳ないなっていう風に思ってました。それにね、あとね、その日にね発売しようと思ってた新しいねグッズがあるんですけど、まあ、それはね今は通販で販売されてるんですが、まあ、実際にこうライブをして2月28日以降もで、こうライブ会場で売っていくっていうね感じで、新しくねグッズもたくさん用意したんだけどな、なんか通販でしか売れなくなっちゃったからほとんど余ってて、そう、なんかそれもねなんか事務所の在庫みたいな風になっちゃったんで、なんかいろんな人になんか申し訳ないなっていう風にね思った一
1年だったかなっていうふうに思います。っていうとなんかすごい悪い年だったのかなっていうふうにも思うんですけど、まあ、この YouTube のチャンネルでも何度か言っていたあの J's ダイナーという定額制の配信のねサービスがあの今年コロナ禍だからこそ始められたことだったのかなっていうふうに思うと、あのなんかこんな時でも新しいことにチャレンジできた1年だったなっていうふうに思います。それまでやっぱすごくあの自分にとってもいいことだったなっていうふうに思うので、はい、これからもねあの楽しい動画を発信できるように頑張りたいなと思います。はい、2019年はめちゃくちゃ忙しかったんですよ、ありがたいことに。そうなんか多分記憶上ではほぼ毎週末ぐらいあのなんかライブとかがあったりとか、まあ、ラジオも収録生放送ってこうたくさんあったりとか、あとまあメジャーデビューっていうのもねあったので、なんかすごくね忙しかったんですよね。そうだけどなんかその2019年めちゃくちゃ忙しかった分、なんかまああの言い方悪いかもしれないんですけど、2020年は2019年に取れなかった休みの分も取れたのかなっていうふうに思うと、なんか私結構インドア派なんですよね。そう、まあだから部屋をテーマにした歌をね歌ってるんですけど、なんか家でやるゲームを本当に一日中やってたりとか、ポケモンとかアツモリとかもやったし、あとはYouTube を見るのもすごい好きで、なのでなんかそういうのをこう本当にもう一日中見ながらゲームをやったりとかする時間もすごく楽しかったし、昔見ていたまああのお邪魔女ドレミだったり、あのお願いマイメロディーとか、なんかそういうあのアニメ好きだったアニメをまた一からもう最終回まで全シリーズ一気見できたりとかするほど時間があったんですよ2020年は。なのでね、なんかそういうことプライベート充実とまではいかないのかもしれないんだけど、なんかそういう風に今までできなかった家で過ごすことみたいなのとかもいろいろできたので、なんかそれはねちょっと良かったかなっていう風に思いました。はい、あのそれなりに楽しかったですまあこれでね2020年ももう間もなく終わってしまうわけなんですけど、まあ来年は来年でいろいろねやりたいこととかもありますので、まあいろんなねお知らせを、まあ、YouTube を通してでもそうですけどしていけたらいいなというふうに思ってますので、また引き続き来年もどうぞよろしくお願いします。以上クリームミクでした。